４時を回りました、時刻は４時を回っております。<laughs> <laughs> オープニング失敗した。えー、6月13日火曜日のアジクーターラジオの生放送の時間でございます。お相手は DJ モーリーです。えー、疲れてはないんですけどね。えー、こういったこともありますね。はい、オープニングの 一歩目で焦げてしまうっていうこともありますけれども、えー、この後5時56分までの生放送となっています。さあ、あの、沖縄市の上空、ちょっとね、えー、雲行きが怪しいのかなあ、大丈夫かなっていうちょっとね、えー、微妙なお天気ですけれども、なんか、向こう一週間が雨と曇りの予報みたいですね。いやー、なんか、週明け、ね、週明けてから、まあ今日ですけど、あの、昨日ね、今日ですけれども、 晴れてる日と、また雨が降ってる日のね、この、なんだろうね、極端な感じというか、まあ分かりやすくてね、いいんですけれども、週末までね、こういった感じで、えー、雲だったりとか雨だったりとか、まあ晴れだったりね、えー、落ち着かないようですけれどもね、梅雨明け、来週ぐらいかな 来週には、まあ来週の週末の金曜日には異例の日もありますので、もう毎年ほとんどその異例の日の当日にはね、えー、晴れるっていうのがありますので、まあ来週のどこかで多分宣言がね、えー、されてくるんじゃないかなと思いますけどもね。うん。えー 1> 1. 60%一応ね、あの越してはいるんですけれども、えーまあ、まだまだね、えー、平年に比べると、だいぶ足りないというところらしいですね。まあ、これからもうプールのね、えー、プールのシーズンになってきたりとか、あと観光客の皆さんとか、であとやっぱりね、水を使う回数っていうのがね、暑くなってくるとどうしても増えてくるので、その辺のこう節水なんかもね、えー、気をつけていきたいところですね。 あのー、最近、トイレとか、まあ、公衆トイレとかコンビニとか、ね、レストランとかいろんなこのトイレにちょっと、ねあのーまあ、目が行くようになったんですけどもというのも、ウ、あ、ォ、のーえっとね、シュレットがあるところとそうでないところっていうのがあるじゃないですか、まあ、でも、大体最近は普及してきたのかなと思うんですけど。 一時期ね、そのウォシュレットがもう大の苦手だったんですね。もうこの番組を聞いてるリスナーの中で、このウォシュレットの話をね、何年か前にしたのをね、覚えてるっていう人もいると思うんですけど、そのもう使い始めたのが、まあ至って遅かったのでね、えー、ここ2年以内にしか僕使ってなかったので、最初はもうなんかこう、えー、トイレ中にね、言えば、 水に濡れるっていうことじゃないですか、言ったらね。まあ、それでこう、汚れ落としてくれるということでもあるんですけれども、最近では、その、簡易的に持ち運びのできるウォシュレットとかもあるんですね。あのー、なんだろう、検、検証検証か検証で、えー、その、簡易的なウォシュレットが当選します。20名様とかね、なんか雑誌のなんかで見たんですけれども、え携、ー、帯、あ、そっか。一回やっぱりウォシュレットにはまっちゃうと、 あの、慣れてくると、それがないっていうシチュエーションに、やっぱりね、あのー、ちょっと驚いたりもするんだなと思いましたね。まあ、今日はあのー、入った、まあ、コンビニ、あ、コンビニじゃないな、ファーストフードか、ファーストフード店だったんですけど、なかったんですよね、ウォシュレットがね。えー、使い始めの当初は、なんだろうなー、えぇ、ー、って思ってたのが、もう、それがもう毎日の生活になってくると、痛につ,つ,ついてくるっていうか、まあ、体の中でね、インストールされていくと、 ねえ、こうやって、そのオシュレットがないだけで、ちょっとこう、不便に感じてしまうっていうね、自分がいたりもしましたけれどもね。はい。まあ、でも、便利ですね、本当にね。うん、もう何しててもですね、最近は、えー、便利になってきたなと、強く感じるようになりましたね。さあ、6月の13日火曜日。 アジクーターラジオ、今日もこの後5時5、五時五十六分までの生放送となっていますので、一、えー、曲お届けした後に、今日の番組のテーマも発表していきたいと思います。アジクーターラジオもスタートです。 さあ、アジクーターラジオ、今日のオープニングです。リーンのナンバーで、瞳そらさないで。 アジクルータラジオ今日のオープニングはディーンのナンバーで瞳そらさないでお送りしましたこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社ジョーシング組以上各社の提供でお送りします さあ、沖縄地方、今日も暑いですね。最高気温29度ということで、えー、外で歩いたりとか、で、作業されてる方っていうのは、汗めっちゃかいてるでしょうね、今日ね。うん、なんかこう、半袖なんですけどね、今日ね。ああ暑いわ。 はい、皆さんは何をしながらこの放送を聞いているんでしょうかえー、車の中でねもう最近はもう窓を開けるっていうよりももうほぼクーラーオンをね、えー、する方が多くなってきましたねあのやっぱ年表を考えて、えー、窓を開けるっていうことを一応やるんですけど運転してるとねもうしばらく経つとああもうダメだもう,もう無意識にこの何て言うんですかね、えー、窓をね、えー、閉じてでクーラーをね 1> 1の1ぐらいで本当にもううっすらですけどね、うっすらかけて、えー、なんとかね、運転してるって感じですね。2とか3に行きたいですけどね、やっぱりこう、燃費がありますからね、はい、うまーくその辺も考えながらやってはいるんですけれども、本当はね、気持ち的にはもう2ぐらいで落ち着きたいな。はいえー、皆さんは、ね、この夏、クーラー事情いかがでしょうかね。 さあ番組へのメッセージということで今日も届いておりますがその前に今日の番組のテーマを発表していきたいなと思いますはいえー、っと今日の番組のテーマはですね変なアスル、はい、こちらでお送りしていきたいと思いますあのー、放送の前にですねちょっとだけこう時間があったのでえとあるお店に行ったんですよで、まあ、そこっていうのはまあレンタルでね、えー、DVD だったりとか保護 本を借りることができるってとこだったんですけどちょっとあの本を探しててでそうすると「うい!」っていうね、あのー、ちょっと度数の効いた低い声が聞こえてきまして「ん?」って振り向くと、えー、中学校当時の同級生だったんで,す、ね、で今から3年か4年ぐらい前にその中学校の同窓会があってその時に一応は。 まあ、久しぶりの再会を果たしたんですけど、まあでも、その同級生っていうのは、まあ男子なんですけどね。えー、まあどちらかっていうと、この、やんちな部分の、えー、人で、で、多分どど、同窓会の時も、記憶にないぐらいめっちゃ飲んでたんですね、この同級生がね。なので、覚えてるかどうかわからない中、まあ今日ね、その、えー、T から始まるレンタルショップに行ったら、え、う、い、ん っていうふうに言われて、おお、久しぶりーっていう話をして、えー、この変なのお家とかね、まあそういう話しながら、えー、もうどんどんね、その、なんていうの、あのー、どうしよう、何話そう、何話そうみたいな、もうどんどん引き出し分けて、引き出し分けてってやってたら、もう話すことなくなって、じゃ、じゃあやー、みたいなね。<laughs> うわあ、まあその変な具合が顔に出てただろうなーって思いながらね、えー、そのレンタルショップ後にしたんですけれども、なんだろうね、あのー、そこまで仲がいいっていう同級生でなかったんですよ、行ったら。もう本当に、ええー、一応顔見知りではあるんだけど、そこまで話したことがない同級生だったので、 ああ、ダメだ、この話しちゃダメだなとか。あ、この話 OK かなあやっぱダメだなとか。いろいろ頭の中でね、考えながらのもうコミュニケーションだったので、もうなんかもうお互い、まあ、向こうはそんなことしなかったかなどっしり構えてましたけどもね。はい。えー、あ、仕事この辺なのって言われて、あ、あの、ラジオやってるから毎日沖縄市には来てるよっていう話をしてたんですね。えー、そしたら、あのー、まあ、元ね、ヤンキーのその同級生が、 続けるってことはいいことだなって言って、最、最後に、おおいい言葉言うなぁって思って、で、返す言葉が見つからず、おおじゃあなあみたいな。深 <laughs> 変なコミュニケーションだったなと、ちょっと今反省してますけどね。はい。えー変なーしますね、やっぱりね。うん、どんな風に喋ってたかなっていうね。 まあ、そのまんまでいいんですけどねそのまんまでいいんですけどもなんだろうねそのあまりにも年月が経ちすぎてたからどんなふうに喋ってたかなっていうことを考えてみたりとか、えー、この話をしたらダメだろうなとか、えー、あの事件があったなとかねいろんなお話が頭の中に出てきてですねまあ、結果それが多分ねそのコミュニケーションの邪魔になったと思いますけれどもねいやーちょっとね今考えただけでも汗が出ますね。はい 今日は変なアスル。まあ、気まずいっていうことでいいのかなはい。えー、県外の方もね、聞いていらっしゃると思いますので、えー、その辺のメッセージをお待ちしています。メールは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています。さあ、時計の針は4時17分になりました。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディスクリニックの提供でお送りします今日の沖縄タイムスの地域面の中から紹介していきます、えー、今日はイエソンの話題ですねイエソン内八区の婦人会が環境美化活動を競うイエソン婦人会主催の美化コンクールが5月の26日開催されましたイエソン婦人会役員や 各区の婦人会役員らが審査員となり、花壇の美しさに加え、周辺地域の衛生活動、美化活動などを審査しました。投票の結果、1年を通して美化活動に取り組み、区の会員が一丸となって花壇の手入れを続けていたアガがりマイクのグリーンガーデンが優秀賞に選ばれたそうです。手入れの行き届いたこの花壇は、 小規模ながらも約20種類の色鮮やかな花々が満開となっていました。あがりえマイク婦人科役員の佐久川和恵さんは、花好きのメンバーを中心に仕事帰りの5分、子どもの保育園のお迎えついでのひとときなど、主婦として忙しい中で、時間をやりくりしながらみんなの思いを一つにして取り組んだ結果と語っており、受賞の喜びをかみしめていました。友寄せ会長は、 各区とも美化に対する意識が高く、それぞれのテーマに沿った工夫も素晴らしかった。活動がしっかりと引き継がれ定着していることが伺えた。今後も変わらず環境美化活動に取り組んでほしいと公表したそうです。はい、ということで、えー、イエソン。 えー、イエソンの8つの区のね、婦人会が環境美化活動を競う、えー、イエソンの婦人会主催の美化コンクールが開催されたということですね。えー、写真がまあ掲載されていますけれども、もうやっぱりこう、婦人会ということなので、えー、お母様方がね、帽子をかぶってみたりとか、で、またちょっとね、あのー、 手からね、肘にかけての、えー、火浴けのやつだったりとか、そういったものをこう、身にまといながら、えー、この美化活動に取り組んでる、そんな写真がね、掲載されております。はい。えー、ちょっとね、空いた時間で、こういう、こう、まあ、美化活動に取り組んでいって、で、それがこういう形で表彰されたというところなので、まあ、地域のね、皆さんの、あのー、もう嬉しいだろうし、 婦人会の皆さんもね、こういうまあ区切りとして賞、えー、があるということで、また一つね、頑張れるきっかけになるかもしれませんね、えー。手入れが実り、花満開。イエソンの婦人会が美化競う。こちらの話題を紹介いたしました。6月13日、沖縄タイムス、今日の朝刊の中から紹介いたしました。メッセージ、このコーナーは、アイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあ、ラジオネーム赤いニトンローリーさんからいただきました。4時ジャストにいただいてますね。ありがとうございます。えー、こんにちは。ラジオネーム赤いニトンローリーです。今日って夜晴れます海行きたいです。雨降ったら漫画喫茶行こうかなと思います。ラジオネーム、えー、赤いニトンローリーさんからいただきました。はい。えー、まず天気の情報から行きましょうか。一応ですね、えー、 南西の風、曇り、夜遅く、雨、ところにより雷を伴うでしょう。えー、降水確率60%の見込みとなっております。はい、えー。どうでしょうね。こういった形で予報は予報でありますけど、あの、数字もね、降水確率高めではあるんですが、どうでしょうね。場所により蹴りかな。うん、どうでしょうか。はい。 まあでも昨日ぐらい、昨日もですよね。確か漫画喫茶の話ありましたけど。もう今日はあれじゃないですか。漫画倉庫。漫画倉庫じゃない。<laughs> あ、漫画倉庫行って漫画喫茶行ったらいいんじゃないですか。はい。それか、今日あれですよ。サッカーの試合じゃなかった今日。中継するんかなあ、中継するね。9時、え、夜9時から中継するんだ。なるほど。今日はあの、 FIFA ワールドカップアジア最終予選ということでイラク戦が行われていくということなんですね。イラク対日本の戦いということですね。あのー、同点、もしくは勝ちでね、えーまあ、ワールドカップ進出に一歩、ね、進んでいると進むということらしいですけどもね。はい き、えーまあ、今日勝つか引き分けで、えー、ワールドカップ進出に大手ということらしいですけれどもねうん、えー、気温も、ね、40度近くまで上がるとかっていう、ね、話もありますけれどもね、えー、どううなっていくんでしょうか、はい、いやサッカー中継もねちょっと久しぶりなので見たいなと思うんですけれどもね、えー、釣りを行くのかまたは漫画喫茶に行くのか、はいえー、どこに出かけるんでしょうか。 えー、こちら、ラジオネーム、ニトンローリーさんの後は MJ さん。ハイサイ DJ モーリー MJ です。ウォシュレット。自分も利用するのに勇気いったなドリフのコントみたいに、水が止まらなくてあっちこっちから出て、落ちで上からバチャーとなる気がして使えなかった。初めて使ったのがホテルに泊まった時、お風呂に入る前に全裸になって用をしたよ。新しい扉が開いたね。 <laughs> ただ、ウォシュレット使うと、ケツの周り、水含んでトイレットペーパー、やたら使わないモーリー、どうしてるのラジオネーム、MJ さん。これ、どこだったかなこのウォシュレットが、もう、何かの故障で、一回ボタンを押したら、こう、フィーンってこう、出てくるじゃないですか。止まらなかったみたいで、その、噴水が、下からのアプローチが。止まらなくて、もう、大変だったっていう話を、 誰から聞いたのかな,なんか隣のトイレが壊れててとかそういう流れだったと思いますけどねもう自分がそんなあなったらどんなするかなですよねやっぱりねえーまあ、なのでそのウォシュレットが導入されたことで硬めのトイレットペーパーを使用するっていうとが増えてるみたいですよ柔らかめだったらね、あのー、この水のね力に負けちゃうのでなのでややこう硬めの紙質を 材質か材質を、えー、手に取るようになったっていうことを言ってましたからね。はいまあ、なので、あのー、芯なしの硬いね、えー、トイレットペーパーで対応すれば。いいのではないでしょうか。はい。えー、こちらも行きましょう。ベルプラマスクさん、どうもベルプラマスクです。昨日、琉球ドラゴンプロレスのヒージャーキットマンが来てました。ヒージャーキットマン。 お客さんが入ってきてびっくりしていました。ヒージャーは若干ネガティブだからお客さんに変なしてましたよ。ラジオネームベルプラマスクさんからいただきました。はい。ヒージャー・キットマンってちょっとまだ、ね、あのー、勉強不足で、えー、ご存知ないですけれども、ヒージャーのじゃお面を、お面じゃないや、マスクをかぶりながらか。ちょっと調べてみましょうね。ヒージャー・キットマン。 ヒージャーと何をかけてるんでしょうね、これね。えー、あー、写真が出てきましたね。えー、<laughs> あのー、一応強いんですよね、ヒージャーキットマンね。なんかこう目がとっても、なんていうんですか垂れ目なのかなマスクの、ね、えー、中から。ちょっとこう垂れ目具合の写真が、 見えてるんですけどヒージャーキットマン、えー、ラジオ聞いてる皆さんも、えー、ぜひ人の良さそうな、えー、レスラーがいますのでぜひ覗いてみてはいかがでしょうかヒージャーキットマンって強いのかなどうでしょうねなんか気の弱さっていうか人の優しさが出てる気が <laughs> 表情出てる気がしますね えー、変な足でましたよということですね。はいえー、ラジオネームベルプラマスクさんありがとうございました、えー、テントがんばろうかいさんウォシュレット用のトイレットペーパーも売ってるねということであそうなんですかってことはじゃああれなのかな若干硬めの、ねえー、紙質なんでしょうかねどうだろうで、えー、青の軍団さん イラク戦 BS で放送よね。よかった。BS 見れる、えー。今日は後半途中にイが交代出場して得点決めると予想。はい。今日ね、あのー、まあ、BS でもやるんか、えー、民放でも放送一応あるみたいですよ。5チャンネルか、QAB、えー、QAB の方で夜9時から、えー、日本対イラク戦ということで、えー、 ありますね。松木康太郎さん、中山正志さん、中田浩二さんのまあ、お三方ということですね。ああ。いや、どうなりますかね？でも楽しみですね。うん、まあ、後ほど。このサッカーの話題にもね触れてみたいなと思います。アジクルーターラジオこの後5時56分までの生放送です。 掃除掃除掃除えー、ベルプラさん、自分も今日ベルガモットの宮里店に久しぶりにドラえもんクッキー買えたよってことで、はい、買えたよー、予想か さお届けした曲はニックウートで「パッション2000」にお送りしましたさあ日本対イラク戦ということでサッカーワールドカップの中継もね、えー、今日は QAB5 チャンネルの方で、えー、夜の9時から中継があるというところですけれども今日の朝刊にもね、えー、そのサッカーの、えーまあ、話題が載っております。 えー、次のワールドカップということで、ロシア大会ですね。アジア最終予選で B 組首位に立つ日本は、日本時間9時25分から、えー、テヘランで、えー、現在5位のイラクと対戦。イラクのせいぜい、えー、成長不安により、試合は中立地での開催。12日は試合会場で、えー、冒頭以外を非公開として最終調整し、 公開された部分では、えー、右肩い部2で別調整が続いていた山口が全体練習に合流しているということですね。えー、ハリル・ホジッチ監督記者会見で最も大事な試合がやってきた本当に強い覚悟を持った勇敢な選手が必要と緊張感を漂わせていたということですね。イラクはすでにワールドカップ出場の可能性がないということですね。うーん 国際サッカー連盟 FIFA のランキングは日本の45位に対しイラクは120位昨年10月には日本がホームで2対1と勝利をしていると、えー、対戦成績は日本の7勝2分け3敗となってますね。はい、でそんな日本代表の夫人ですけれども、えーまあ、香川選手がね離脱しているということもあって。えー 急増婦人かということなんですがまあうの今日の選抜の予想ということで、えー、フォワード3人、えー、トップが大迫、えー、久保そして本田でミッドフィルダーも3人井出口原口今野そしてディフェンダー4枚ですね、えー、長友庄司吉田酒井、えー、そしてゴールキーパーが川島となっております。 まあこれがね、予想のメンバーということですけどもね、どうなっていくんでしょうか。はい。えご自宅で、またはね、えまたはこう仕事しながら見るという方もいるかもしれませんね。まあ今日勝って、勝つか引き分けでワールドカップ進出大手ということらしいですね。はい。えぜひ時間があれば皆さんもね、注目してみてはいかがでしょうか。 さあ、味ーうたラジオ、FM 小座のスタジオから生放送でお送りしています。えー、メールも来ていますね。こちら、ラジオネーム。被験のサボさん。してから森、変なストーリーといえば、友達と一緒に CD を買いに行った時に、隣にずっと友達がいると思って喋り続けていたら、いつの間にか全然違う姉さんに話しかけていてからに、目が合った時を えー、都知事選に、都知事選に出た内田祐也とマック赤坂の政見放送ぐらいえー、えー、デジヘンなだったな。えー、モーリーも変な、変なな時って変な汗出るね。ラジオネーム、被検のサボさんからいただきました。はい。えー、このマック赤坂さんのくだりはちょっとわかんないですけれども、これたまにありますよね。あのー、 <laughs> 僕はですね、披露宴だったんですよ。僕の披露宴の時に、えー、新郎新婦ってお色直しがあるじゃないですか。最初僕和装で出てきて、で、その後洋装にね、えー、お色直しっていう展開の時に、この雛難席から、えー、中央を通って、で、えー、ドアまでね、まあ新郎新婦が並列になってね、歩いていくんですけど、普通だったらですよ、 普通だだったら一緒ににこのああそうかステージに行くんだ本当はね本当はこうステージにお互い上がってで幕が下りると、まあ、一礼をして新郎新婦お色直しいってらっしゃいみたいなねアナウンスがあって履けるんですけど僕だけ中央のステージに上がって嫁はですね、あのー、同級生とかと「あーバイ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 」とか「ああ来てたんだ」とか,なんかいろんなの写指針ながらですね えー、どんどんね違うあの入り口に歩いていったんですよ。<laughs> 新郎の僕一人ステージで嫁は違う入り口に向かうみたいなそういう構図が生まれて、えー、司会はねサンサンズの二人だったので、まあ、すぐね即座にツッコミが入って、えー、笑いが起きてたからよかったんですけどもね、えー、来てると思ったら来てないっていうね話,話しかけてるつもりが全然違うとかね これありますよね、やっぱりね。変なですね、これはね。えー、こちらもいただいております。これはなベルプラさんかなあー、なるほど、なるほど。先ほどね、ツイキャスの方で、え軍、ー、団さんから、ベルプラさん、自分も今日、ベルガモットの宮里店に久しぶりにドラえもんクッキー買いに行った予想ということで、買いに行ったよーって、 書きたかったんだけれども、えー、ヨーガ予想っていう変換にされてたんでしょうねクッキー買いに行った予想 <laughs>、えー、それに対して軍団さんが勝手に変換されてるしということでいただきましたはい。ね、ちゃんとこう見落としがないようにお車をね、えー、気をつけた方がいいかもしれませんね、えー、被験のサボさんサッカーの前の 東浜対菅野の対決戦、え、対戦も楽しみということで。そうなんですよね。今日プロ野球、ジャイアンツ対ソートバンクということで、えー、菅野バーサス東浜、なお、というところですからね。はい。えー、今回の、まあ、戦いも楽しみですね。東浜も調子いいですからね。もうほぼ、1点、2点。防御率もね、多分2点台だったと思いますけど、 高投手同士の投げ合いですからね。はい。えー、東山投手のピッチングが巨人打線を。またはね、菅野投手のピッチングが、えー、ソードバンクのね、打線をっていうところですけどね。いや、楽しみですね。マジで。あ、そうか。まずはこう、野球で楽しんで、その後にサッカー。あー、もう最高ですね。えー、スポーツ好きには、えー、たまらない一日になりますね。 さあまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。 さあ時刻は4時,4時43分です、えー、6月13日火曜日今日の番組のテーマは変なアスル、まあ、気まずいっていうね、えー、そういったこうテーマでお送りしております、えー、ラジオネームはないんですが可能でしたら告知をお願いしますということでいただいております、えー、モーリーさん今日も楽しく聞いています早速ですが星文明さんが今年も来起きしますお昼から夕方の番組にゲストに出演お願いできないでしょうか とというところでいいただいております、えー、この星さんという方なんですけれどもあの年齢はですね、えー、僕と同い年38で今年39になる、えー、そんなこう男性の、えー、シンガーソングライターの方なんですけれどもアコースティックギターを持ってですねこう全国をね、えー、飛び回りながら、まあ、沖縄にもね年に 1回から2回ぐらいねやってきてくれるんですけれどもあのー、FM 小ザのね、えー、道迎えのー、ライブハウスだったりとか沖縄県内いろんなところでライブをされてる方で今日昨日今日か、えーまあ、まあ本当にもう普段から好きで聞いてるんですけど特に昨日から今日にかけてめっちゃ聞いてて、えー、そのムービーもね あの演奏されている様子をムービーで収めていたのがあったので YouTube でそれをね今日ツイッターかツイッターでちょうどつぶやいたところだったんですけれどもいやーこういうことあるんですね、えー、じゃあ久しぶりにお,おかけしましょうかいろいろこう素敵な音楽があるんですけれども何だろうねこのアコースティックのギターのその 音色と、またリズムと、で、またこの声がですね、本当にこう、えー、僕は大好きですね。えー、星文明で、溢れる思い。

さあ6月の18日から22日の間沖縄にねやってくるということで星文明さんの曲で「あふれる思い」お送りいたしました、えー、まあこれまでにもアルバム結構ね作っているんですけれどもインストラメンタルまあボーカルなしのねあのまあ音楽が多いんですけれども「さよなら」っていう曲歌ったガオ g a o ガオさん 女性の方ですけれどもそのガオさんのサポートギタリストとしてもね、えー、ラ,ブライブやツアーにも参加された経験が持ってるその星さんなんですけどこのやっぱりギターのテクニックがですねも,うものすごいんですよねでまた耳薬いというか、えー、ちょうどこう梅雨の時期に聴きたくなるようなねインストゥルメンタルの曲もたくさんあるので、えー、来週どこかの時間でねゲストで紹介できたらいいなと思います。 さあアジジクルタラジオ火曜日今日ものスタジオから、DJ、モーリーで生放送送をおおりりしております、えー、さあ、今日の番組のテーマですけれども「変なアする」まああの沖縄的な感じでいくとね「変なーとか「アファー」とかねそういう,こう言い方しますけど本土でいくと「気まずいなーって思うっていうことでいいんでしょうねきっとね気まずいっていうところですけれども、えー、メールをまだまだお待ちしています。 761‐FM ット .jp761‐FM ット .jp でお待ちしています、えー、今日ですね沖縄タイムスの朝刊を見ていると,、えー、と毎日ねこの朝刊の中にクイズが出題されているんですよねでそのクイズを まあ答えをね調べようとするとその新聞のどこかにこうその答えが載っているというところでまあ今日もねえ新聞めくりながらいろんなこうニュース見ながら沖縄タイムズのマスコットキャラクターのわらびーが出す「ねわらびクイズ」こちらをちょっと見てみたんですが意外と知らなかったた答えでしたね,これねえラジオを聞いて皆さんも一緒にちょっとね考えてみてください、え。ー アメリカ映画などにもよく出てくる FBI。聞きますよね、これね、えー。FBI の日本語訳は次のうちどれでしょうかっていうことなんですよ。これちょっとね、僕間違っちゃいましたね。えー、1番、中央情報局。2番、連邦捜査局。3番、国家安全保障局。 えー、アメリカ映画などにもよく出てくる FBI の日本語訳は次のうちどれでしょうか、えー、1番が中央情報局2番が連邦捜査局3番が国家安全保障局新聞のどこかに答えがあるよということで今日のね、えー、沖縄タイムズの、えー、総合面か下の方からね紹介をいたしております意外とちょっとわからんかったなこれ。 FBI ってよく聞くじゃないですかねあのー、外国の映画とかでねなのでその辺のなんかを知ってるようで知らなかったことだなと思ってね、まあ、この3択の中からということなんですけれども、えー、答えの発表はもうちょっとね、えー、あと2分後ぐらいにしましょうかはいさあ、えー、こちらもいただいてますねあららがまサイガーさんテーマ 変なアする。えー、ああ。3A とかイオンとかの女性下着のコーナーの前を通るときかな。はい。これね、変なしますね。なんかね。うん。いや、あの、変なしてるっていう顔はしないですよ。もう本当にもう平成を装うんですけど、内心はちょっとやっぱ変な悪はあるよね。なぜかね。 なんかそんな通った時に限って、えー、周り女性しかいないっていうパターンがあるじゃないですかいやいや,いやそんなつもりじゃないよみたいななぜか勝手に心の中でか葛藤でもないけど <laughs> 変な話してますよねなんかね平常心平常心でいられたらそれはそれでまずいのかな男性としてどうなんでしょうねこれねうん、えー 確かにあるな、これな。変なあだな。ね、そんな目で見てないじゃないですか。見てるのか <laughs>。そんな目で見てるから、なんか、客観的に自分を見て。なんか、おかしくなっちゃってるんでしょ、多分ね。うん。ラジオネーム、ベルプラマスクさん。大喜利ねということで。あの、FBI の話ですね。これ、大喜利じゃないですからね。 あのー、タイムスに大喜利多分載ってないので大喜利ではありません、えー、FBI フラーボーイイラミナ君あーあ<ー>正解<笑><笑>、えー、ああいいですねこれね金曜日に改めて送ってくださいね、はい、火曜日にも呼んだんですけどもっていうくだいで紹介しますから、えー、金曜日にセイ士さんのトークを拾ってメールをしたらモーリーさんがいじるように呼んだでしたら 違う違うって変な話します。はい。ねえ、これ多分ね、だいぶあるでしょうね。あの、リスナーの意図とは違う読み方をされてるっていうことが <laughs>、えー。僕が読んだがために違う解釈になってる、なって伝わってるっていうこともあるでしょうね。はい。難しいなー、この辺ね。えー、大塚健治さん。えー、 変なーって何ですかということで、気まずいっていうね、変なー、変なーするとかね、変なーしてからよ、帰ったさーとかね、いろんなこう言い方しますけれども、はい。えー、変なーする。うん。まあ、違法なーするとかっていう言い方もするんかな。まあ、状況によってか、その、軽かったり、重かったりとかで、ね、その辺のこう使い分けがある気がしますけれども、変なーする。 オチナンチョはよく使うんじゃないですかね。えー、なんか一人ではいけない変なああんた行きなさいみたいなね、あのー、集団の中に一人飛び込むとかまたはね、えー、好きな人が目の前にいてでその好きな人とせ,せっかくチャンスもらったのに、えー、絶好の機会なのに変な足してしまって喋れないとかね、うん、そういったことあるかもしれませんね。 あー、もっと本当は話したいんだけど、変なあして喋れてない人がね、いるとか。そういうのあるかもしれませんね。はい。えー、今日の番組のテーマ、変なあする。こちらでメッセージをお待ちしています。メールは76、761アットマーク、fmcoza.jp 76、761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。さあ、先ほどの FBI えー、答え合わせなんですけれども答えはですね2番の連邦捜査局らしいですね、えー、トランプ大統領が今年の5月に突然、えー、前のコミ FBI 長官を辞めさせて大きなニュースになったよねということで、えー、2255問目の、えー、ワラビークイズということで、えー、今日は「FBI、えー、日本語訳でなんていうの?」というね、えー、そういったクイズでございました。 答えは2番の連邦捜査局というところですね。意外とね、僕らもこう目にしたりとか耳にしてる言葉って、知ってるようで知らないことって多いですからね。まあ、そういったものを少しずつこう紐解いていけたらいいなと思います。さあ、アジクルターラジオ4時台はこの辺でお別れです。ここまでは、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック。 株式会社ティーダカカンカン不動産、株式会社ング組以上各社の提供でお送りしましたあら61。いいまま F F F うむねふうにおう761たでたぎ。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up next, radio さあ、5時になりました。6月13日火曜日のアジクルタラジオ。今日の番組のテーマは、変なあずる。変なアシタ。まあ、気まずかったとかね。気まずいとかっていうテーマでお届けしています、えー。大塚健二さん。沖縄の方言、使い分け難しいですね。だからよーとか、ヌーだけで喧嘩したりするんでしたっけということで。はい。そうですね。 でも大人になってからはどんなかな「ヌー」っていうかな <laughs> あの我、ー、々の時はねもう子供の時はよく使ってた本当に頭の中「ヌー」しかないのかなって思うぐらいよく選択してた言葉「ヌー」ヌー「ヌー」「ヌー」っていうね <laughs> どんどん増,増幅していくっていうかなんというか。 ええー、軍団さんあやっぱりねでも最近「ヌーヌー」と言ってるの聞いたことないなああやっぱそうですよね最近は「ヌー」じゃないのかなもしかするとそれかそういうこう子供たちまあよく使うであろう子供たちとの中にいないからとかじゃないわからないけどうん。 車に乗ってるからね、大人ね。車に乗ることが多いんで、あんまりこう、歩いてる小学生を見かけることっていうか、えー、会話をね、えー、会話が耳に入ってくるぐらいまで、歩かないからなんじゃないのかなとも思ったりもするんですけどね。うん、どうでしょうね、この辺ね。えー、今日のテーマ、変な、大塚健二さん。エレベーターで変な匂いしてるときに、次の回の人が乗り込んで、さも私がしたかのような、 顔するとということで、はい、あーなんかね、訴えたいよね、こういう時ね。違うよ。俺の前からこの匂い割ったんだよっていうこと言いたいよね。あと、エレベーターってなんか変なじゃないですか。どんなですかね。あのー、日本人って結局、結局というか、あまり死後をしないみたいですね。あのー、何回ですかとか、その辺やったら。 あと一切こう黙るっていう。一回からね、十回までは建物の場合とかは、えー、もういえば長い人をね、一から十までずっとこう乗るわけですけど、その間ね、ずっとこう喋らないっていう日本人。で、かたやこう外国なんかでは、へ、hey, い、ワッツアップみたいな感じで、もうなんていうの、フラン、一期一会じゃないですけど、もうなんか友達みたいになるみたいですね。え、eh,、この後どこ行くのみたいな。あ、ah,、ちょっと、 医療,医療用品行こうかなう Good job! みたいなねなんか「良い一日を」とかでなんかこうせぜりふを言ってもう最高のせぜりふですけどね言って「はいバイバイ」みたいなことを言ってでまた帰るタイミングが一緒だから「はいさっき待ったよね」みたいなねそういう話になっていくっていうなんかこうエレベーターの中のねその監視カメラをこう日本とこう海外で比べた時に日本人はまず喋らないっていうね ことらしいですけどねでもうちなんちゅうからすると確かに何をしゃべるのかなって思っちゃいますよねやっぱりねそのエレベーターの中に子供がいたりとかするとちょっとねその子供に「何歳なの?」とか、ね、そういう,こう言葉がけとかっていうのたまにこうありますけどそれ以外の大人に対してあの狭い空間でね シーンとなってる中で声をかけるってちょっとね勇気がいることだな。えー、ベルプラマスクさん家族でテレビを見てるときにうちの旦那が家事をしないのよとかいうおばはんが出てきたら変な話します急に部屋を出るのも変な話薄くなって消えたらいいのにね <laughs> あ、消えれたらいいのにね、ということで。ポーンってね、ここにいないようになるっていう。うちの旦那が家事をしないのよ。なるほど。あのー、最近、昼顔でしたっけ上戸彩さんと斎藤匠さんのね、えー、ドラマが映画化されるっていう、そろそろ上映なのかな と、ね、いうことでなんかこう過去のそのまあ動画とかねその辺でまた再びこの「昼顔」を見てるっていう人がいるらしいんですけどやっぱりあるだすねこのちょっと浮気とかさ不倫とかしてる人っていうのはその家族でねそういう,う不倫関係のこのドラマがやってたらめちゃくちゃ変なそれで変なとかじゃないでしょう多分ね。もうなんかこう なるだけその時間にはもう帰らないようにしたりとか、そういうのあるかもしれませんね。見てる番組でね。えー、さあこちらも行きましょうか。ラジオネーム行天さん、モーリーさんリスナーの皆さんお疲れ様です。前に先輩のつながりで合コンした時に、えー、その場は盛り上がったんだけど、次の日に仕事がある女の子が数名いたので、二次会に そはならずその場で解散、えー、飲みぶさーした男どもは合わせのカルスビルへ行ったんだけどそれを近くに住む参加していた子が見ていたみたい後日合コンには参加してなかった先輩から連絡が来て怒られはしてないけど聞いたよと言われて死にへんなでしたラジオネーム仰天さんはあなるほど。 えー、結果的には二次会まで行けなかったんだけど、まあ、男子チームはね、えーまあ、スナックに行ったと。で、それをこう近くに住む参加していたあ、合コンに参加していた子が見ていたっていうことですね。あ、なるほど、なるほど。あー、まあ、あ、でも逆の立場だったら嫌かもね。うん。男性側の立場で考えてみると。 あ、女子、女子側で考えてみるとか。そうだなぁ。い、さっきのじゃないあの人たちみたいな。<laughs> ね、これ紹介した人とかね。その先輩とか、紹介したいとちょっと変なぁかもね。これね。わじるかもね。もしかするとね。あー。まあ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 。さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム、昼間の奥さん。 えー、懸命に雷って書いてますね。アジクーターの皆さん、ハイタイ、昼間の奥さんだ、えー。今朝の雷すごかったね。我が家の女子高生は、ローファー二足、タオル、靴下を持ってバス通学。あの雨なら、島沿りでもいいのにね。私は二回目のレインブーツで、ルンルン歩き出勤しました。少しニヤニヤしていたかもしれません。さて、今変な、 本日おすすめとか話しかけたらご来店のたびに無視されてマイペースな人だな,人だなと思っていたら韓国人だったとか今は互いにできない英単語でなんとか会話をしていますそれから当店は自動ドアではないのでガラスドアの向こう側で飛んだり見上げてセンサーを探,探さないでください漏れなく内側にいる私と変な話します <laughs> あ、自動ではないんですね。手動なんだ。手動なので、そのガラスの向こう側でセンサーを、あの、察知しないかなって言って、ぴょんぴょんしていたりとかするわけですね。えぇ、ー、あいや、当選した T シャツよ。早く取りに行かないと、縮む変なやさ、いつ行こうかなえー、誰に名乗るの変なやさ。<laughs> あのー、昼間の奥さんなんですけど、T シャツをっていうね。 <laughs> それを言わないとゲットできないっていうはいもうこれはもうねえいやいやわかるんじゃないあの昼間のなんですけどって言ったら <laughs> 奥さんなんですけどって言ったらわかるんじゃないですかねあのフルネームっていうかね最初から最後まで言わないでもわかると思いますはいえー、あそっか韓国の方とかやっぱり なんとなくね、身にまとってる雰囲気とか、なんかこう、顔とかさ、髪型とかで分かりそうですけど、分からないんですね、やっぱりね。ああ。まあ、いろんなお客さんが来ますよということですね。ね、雷すごかったですね。あの落ち方よ。ちょっとびっくりしましたね。うん。さすがにこう、こうちの娘も、ね、ちょっとびっくりしてましたが。 えーまあ、この後もね天気の予報としては曇り、夜遅く雨、えー、ところにより雷を伴うでしょうということですね。はい、えー、現在出ている注意報ですが沖縄市、うるま市、嘉手納町には大雨注意報そして沖縄県全域には雷注意報が出ておりますのでこの後もね。 天気にはくれぐれも気をつけていただきたいと思いますさあアジクーターラジオ5時台今日のオープニング、ね、5時でお送りしていきましょうコッコのナンバーで強く儚い者たち アジクルタラジオ、この放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園、花風三里保育園の提供でお送りしていきます。5時のオープニングは、国庫で強く儚い者たち。 さあ、5時18分になるとこです、えー。FM 小座のスタジオ、沖縄市中央パーカービュの入り口ですけれども、生放送で、この後5時56分までお送りしていきますが、えっとね、小方面からゴヤム系の330が、ちょっとね、えー、渋滞が始まってきてますね。うん、まあ、信号が青になれば、またその渋滞も解消されていきますが、ただこう、車と車の車間距離がね、えー、ちょっとずつこう狭まってきてるっていうかね、 えー、車の数が多くなってきてきいるように見えますね、えー、この後も予報としては夜遅く雨というねあと雷という予報がありますけれども、えー、打ち網しないように車の窓戸締まり自宅またね職場等々もね、えー、気をつけていきましょういきなり雨降るからね本当にいきなり雨降ってあ安さ閉めてないなっていうことで、えー、雨がね あの部屋に入ってしままうことよくありますからねもう今日かな今日の朝方かな一応こうクーラーつけて寝てたんですけどあ夜中に目5時に目が覚めて「あクーラー使いすぎだな喉痛ますな」と思ってクーラーピッて消してで窓ちょっと開けてたんですけどでそれからしばらくしたらね7時までの2時間の間に雨がバーっと降ってで気がつくとその窓付近がねめっちゃ濡れてるっていうでその部屋のね窓なので。 えー、布団もちょっとねじめっとしてたかなっていうこともよくありますからねあのー、見落としがないように改めてね、えー、気をつけるのもいいかもしれませんさあ今日の番組のテーマ「変なアスルっていうことですけれども大塚健二さんからツイキャスで「オフィスビルのエレベーターは離さないですね」「飲み屋のビルだと酔っ払って離してしまいます」 息統合するととそのままま一緒に店に店行ってことを思い出しましたねはいということでお酒が入るとね、えー、そういうこう、まあ、話しかけたりとかそういう感じになるんだけれどももしザ仕事とかね、えー、オフィスのビルのエレベーターだと話さないなあっていうねやっぱりこう日本人あるあるなのかなという話をしたんですけども、えー ミミリーフロム沖縄さんから、えー、外国人めっちゃフランクです。関西もエレベーターは話しかけられたりしますよということでいただいております。やっぱりね、その関西系っていうかノリなんでしょうね。あのー、メジャーリーグで活躍をしているその日本人選手を見たときに意外と関西が多いらしいんですね。 でその、まあ、成功の裏にはねどんなことがあるのかっていうところである番組がこうね、えー、特集してたんですけど、まあ、どうやらその関西のノリがアメリカとかその外国の選手とねよななんだろうラテン系というかちょっとこう音楽が好きだったりとかめっちゃノリが良かったりとかそういうものがもしかすると合うんじゃないかっていう話をしてて。 で今日ね、あの6勝目を挙げたダルビッシュなんかもね、多分関西のご出身で、田中マー君もね、あのー、関西の出身じゃないですかで。そういったところで、意外とこのメジャーで活躍をする選手っていうのは、意外とこの陽気な人が多いっていうかね、えーまあ、血筋として、地、えー、として、えー、関西のノリが多いんじゃないかということをね、テレビでやってましたけどもね。 えー、さあ、続いてこちら。ベルプラマスクさん。エレベーター知らないおばちゃんに、兄さん、これ持って。って、袋持たされたな。はい。手伝って、っていう感じなんでしょうかね。ちゃ、チャーもっちーじゃないはずね、多分ね。一時だけじゃないですか。多分。だだだ、兄さん、来てごらん。うーん、いいいこれこれ、ちょっと、お願い、あっちまで。うーん、いいいい <laughs> 僕もコンビニでね、本当にもう普通に並んでるだけだったんですけど、コピーを使いたいおばちゃんが、はい、兄さん、うん、とうとうとう,とう、これ、どんなして使うかな、私はちょっとわからないね、あんただ、教えてくれないねっていうことで、並んでたんですけどね、並んでる列を外れて、教えて、あー、とうとうとう、えー、納豆、納豆、ありがとう、ありがとうね、はいはいはい。 帰って行ったんですけどででまた僕列に並ぶっていうね <laughs> でもこういうのねなんかほのぼのしますね、うん、あのスーパーとか、えー、沖縄もねあの昔に比べたらもうコンビニももうたくさんあるし、えー、ショッピングセンターもねたくさんあるのでなんかこう建物とか、まあ、道とかね、まあ、この環境の整備とかで綺麗になって なんかこう沖縄なんだけど内地の風がねどんどん入ってきてるじゃないですかそりゃそうでいいんですけどちょっとね昔のこう町あグワみたいなあのー、町あグワとかでねおばーとかとたくするみたいなシーンがねだんだんと減ってきてるんかなーって思う中でたまーにそういうのがあるとねなんかこうほっこりするなーと思いますね、えー、ラジオネームワワノカオリーさんモーリーさん皆さんこんにちは 本日、定休日でしたが、お店に冷凍庫搬入のため。入れ替えしてきたさ、スッキリ。冷凍庫って、まあまあ重たいんじゃないですかね。ちょっと力仕事でしたね、今日ね。えー、定休日で何もしたくないし、思考能力もオフ。疲れがどっと来てるさ。えー、テーマ変な。ネタがないのですいません。読んだ聞いてますね。リクエストはボーイの B ブルー。はい、ラジオネーム。 んかんからいただきましたはい、なんかねあのー、休みの日なんだけど仕事っていうパターンってねなかなか疲れが取れない時ありますけど僕個人的にはですよ新しい何て言うの、あのー、商品とか、まあ、飲み物とか食べ物とかをわざと発掘してから衝撃を受ける商品を探すようにしてますね。ちょっとこう 思考が回路がストップするとかさもうあダメだもう疲れたもう何もする気がしないってなったらそれやるかもなんか新しいのを入れるっていうかえー、まあなかなかね手出さないものに手出してあちゃってなる時もありますけどまあそういったものが意外とあの気分転換につながる時もありますからねはいまた時間があったら余裕があったらねチャレンジしてみてはどうでしょうか えー、青の軍団さんチェイス森って今変な27歳の時に女村でナンパしようぜってなってムンビーチら辺の歩道を両側を2チームに分かれてナンパスタート俺なんかと別のチームのチームが女の子2人に声かけしたら怒られて平謝れしてるわけ理由聞いたから声かけした女の子は中国の人で 中国語で薄政浴び苦されたって、しかんで謝ったらしい。<laughs> わじらしたらいかんね。えー、それだけならいいけど、ちょっとして入ったあコンビニにさっきの中国の人も入ってきて、変な話なりよった。FM 小座の伊達王の義母君は何カ国の人ナンパしたのということで。<laughs> するかや、これ。 いや、中国の人ちょっと怖そうだね。この、なんていうのいや、もうこれ国籍関係ないな、ね、やっぱり。うちなんちも怒らしたら怖いからね。あの、男の人が怒る怖さと、女の人が怒る怖さって違うよね。なんていうの女の人の場合は、イメージですよ。ぬガあらさんっていうイメージが離れないんですよ、なんか。はい、はい、はい、もうここまで行ったら、はい、終わり、じゃなくて、なんかよ。 あのぬがらさんっていう思いまで伝わってくる <laughs> いやー人見ないとねはいこれね人見てから声かけはした方がいいと思いますやっぱりはいえい、ー、えばね中国の人からすると沖縄イコール海外ですからね海外に旅行を来てねえちょっとこうチャラい感じだと <laughs> 相当おわじったんでしょうね多分ね えー、さあもう一件いこうかなラジオネームともぶんさんお一人様 DJ モーリーこんにちはアジラジネームともぶんです先日ツイッターで某アーティストをディスるようなツイートを俺がやったわけはいって言っても俺は全くそんなつもりはなくて何気に書いたわけさしたらそのアーティストを大好きなディスナーさんが 他のディスナーさんからの通告でツイートを見てショックを受けたらしい。ただ、やり方はどうかなって思ったのは、その方、自分のツイッターに俺のそのツイートを貼り付けていたわけ。考えられんってから。えー、それがリツイートされて、俺は見てからさ。ってか死にへんなさね、言い訳ではないけど、たまたま前の日ぐらいに、そのアーティストの芸能ニュースやっていて、それを思い出したから、書いただけだったわけ。 ヤシが安易に変えてしまった俺が一番悪いからすぐそのツイートを削除して謝罪のツイートも書いたよでもなんか向こうの反撃に疑問もあったから翌日その謝罪のツイートも削除したんだけどさ、えー、今回の件でお互い直接やり取りしたわけじゃないけど死にへんなーではあるよね、えー、もともとメール数中でもあったから余計にへんなーああなるほど。 うーんやっぱり、あれだね、この、なんていうか、どう伝わるかなのかなと思ってて、えー、見てみ見てみ、これ。あれ、ディストランにっていう、何か誰かから伝わる情報とかって、なんていうのあのー、捉え方がさ、結構、もうこれと思ったらこれみたいな感じになってて、ね、 ええー、マジだ、マジで書いてるよやっていう、なんかこう、ディスってあるよやっていうふうに、もう、頭が、そう、それになっちゃうと、もうなんか、ね、いくらこう、謝罪をしてもみたいな、そういうことになるんでしょうね。で、ましてこの SNS とかって、ね、あの、プロフィールでアイコンとかでね、写真載っけたりとか、まあ、本人の顔写真じゃなくても、お実名の人もいればね、そうじゃないとも言ったりとかするじゃないですか。 だこの辺ね文字だけなので結構ねその時のその人の余裕があったりとか余裕がなかったりとか、ね、受け取りってもうたくさん受け取り方ってあるから、まあ、たまたまそうなっちゃったんでしょうね多分ねうーんあーこれ大変だなしかしうーん、えー、やっぱりあれですかねこういう誰かが見てるっていうものに関しても でまた、ね、口から出ることに関しても、ね、あ、多分これは悪口に値するなとか、ね、そういった類のものっていうのはなか、うんそうだね、アップしない方がいいのかなと思ったりもしましたけどね。うーんはいえー、ラジオネーム友文さんからいただきました、はい。ありがとうございます まあね、ファンが多ければ多いほどそういった言葉とかねなおちょっとね気をつけないといけないっていう時あるかもしれませんね、えー、ラジオネームともぶんさんありがとうございました、えー、今日の番組のテーマは変なアスルこちらでまだまだお待ちしていますさあ時刻は5時30分ですこちらのコーナーいきましょう子どもたちのコーナー未来家内の時間ですカフー保育園プレゼンツ未来家内 さあ今日もやってきました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道路保育園花風三里保育園の提供でお送りしていきますさあ今週は沖縄市の花風、えー、花風三里保育園の子どもたちの紹介ですけれども えー、昨日もですも、ねえー、このコーナーの中で紹介をさせていただきました、えー、保育園に入るとね入り口の方に掲示板がありましてでその掲示板を見るとですね、えーまあ、3歳からね、あのー、子供たちはその毎日のお便り帳というものの中にコメントを書く、ね、こう欄がなくて、えー、代わりに、まあ、親御さんに向けての、ね、コメントということで掲示板にですね えー、今日年中さんはこんなことやりましたよとかっていうものを一日一日こう記していただいているんですねでそれをこうお迎えの時に見ていただいてああそうなのかうちのクラスの子はこんなことやったんだなとかねそれとういった今日の活動の様子を、ねえー、知ることができるということなんですが、まあ、昨日は6月の12日の、えー、今日の一日の出来事ということでご紹介をさせていただきました。 ちょっとですね、まあ、1週間前にはなりますけれども6月の、ね、最初の、えー、保護者に対する今日の活動内容を、ねえー、ちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、こんな活動内容をカ、ねえー、風ーミサトではやってますよということでございます、えー、6月の5日、これは先週の月曜日ですね、えー、今日はサッカー教室がありましたよ天気も晴れていて外に出れることに喜んでいた子どもたち。 お母さん、お父さん、おばあちゃんたちの前だったのか少し緊張気味でしたが喜んで手を振る様子を見ることができました試合も行いたくさんゴールを決めていたフェニックスチーム次はカシオペアチームも得点決めるぞということで、えー、年少さん年少クラスのね活動の内容を紹介してくれています、えー、先週の月曜日がサッカーの教室が行われていたということですね あの今年度から、かふうみさととそして、みちし保育園の子どもたちの,その毎日の、ねえー、授業の中で、えー、加藤先生という方がやってきまして、でその加藤先生の指導のもと、ボールを使った遊びをしながら、ですねサッカーの試合も、えー、できるぐらいまでなっていくということなんですね。えー、これが6月5日、月曜日、そして次が年中3。 えー、こちらも同じくサッカー教室のお題,お題ですね、えー「今日はサッカー教室の日天気予報は雨だったのですがいい天気でよかった、えー、6月はサッカーダンス体育の日は参観日となっているので数名の保護者の方の姿も、えー、子どもたちも嬉しいようでいつも以上に張り切っています時間のある時にいらしてくださいね」えー「6月の6日火曜日はニライプールの日ですよ」ということで。 えー、保護者向けの、ね、メッセージもこういうい形で紹介されておりりますやっぱりあの保育士さんによってその、まあ、文字の、ね、表記だったりとか、えー、書き方がちょっとこう、ねえー、違ってくるんですけれども年中さん向けまたは、ね、年少さん向けとかそれとこういったクラスごとに、えー、今日の一日の活動の様子を、ねえー、保育士さんが、えー、書いていた,だきいただいております。まあ、それをこうお迎えの時に、ね、見てああうちの子こんなことやったんだなということで帰りの車の中で。 影響作家やったっったたてどのだったのとかね、えー、そういう,こう活動の内容にちょっと触れることができるのでその活動の内容に触れた時に改めて、ね、その親と子のまたコミュニケーションにつながっていくということなんですよねじゃあ次はまたスイミングだね楽しみだねとかっていうねゆんたくしながら、はい、やっぱりあの子供たちのその一日の様子活動を知ることであっ そうだったのかうちの子ってこんなところがあるのかとか普段ねなかなかお家で見られないような姿を保育園に見せていたりとかでまた保育園の中での成長なんかをね、えー、保育士さんとかが聞いたりとかすると、まあ、多分親御さんもそうですけれどもその周りのね、えーまあ、ご家族の皆さんも保育自体にこう関心を持ってくるきっかけにもなるので、えー、こういったねことを、まあ、一つのきっかけとして。 えー、ゆんたくんねつなげていただきたいなと思いますね、えー、今週は沖縄市の花風ー里の子どもたちを紹介していきます未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道ち保育園花風ー里保育園の提供でお送りいたしました、えー、昨日もお話をしたんですが7月の8日土曜日が花風ー里の初めての夏祭りが予定されているそうです えー、この放送を聞いている花風三里の親御さんはぜひ7月の8日土曜日夕方6時から、ね、8時の間となっておりますので、えー、ぜひお時間を作っていただいて夏祭りに参加していただきたいと思います。以上ナのコーナーでした <music> 生放送、アジラジも残り時間17分となってますね、えー。少しずつ暗くなってきているような、そんな小座の上空ですけれども、えー、この時間帯からまたね、6時、7時と、これから先1時間、まだ各地で渋滞もあると思いますので、安全運転をよろしくお願いいたします。さあ、ラジオネーム、こちらいただいております。えーっと、人工知能の夫さん。 じゃあっ今日は那覇は新都心までイベントの打ち合わせに行ってきました。人工知能の音です。えー、新都心の緑化センターでの楽しいイベントの準備を進めているので、えー、詳細が決まったらご連絡しますね。おー、いいじゃないですか、えー。今日のテーマ変な。前に某ハンバーガー屋さんで昼食中。トイレに向かおうとしたら、とある女性が折り紙を折っている。しかも、 私も大好きなバラの折り紙。えー、声かけたいけど変な朝ね。でも、折り紙談義したかったなラジオネーム、う人工知能の夫さんからいただきました。はい。ありがとうございます。言ったらね、もう折り紙イコールもう人工知能の夫さんなんで、もうアンテナはもう立ちまくりですよね、本当にね。あー。 こんなもん、ドストライクだったら声かけた方がいいんじゃないどんなですかね、これね。うーん。でも、なんで声かけたらいいんだろうね。わからんね、やっぱりね。自分のこの大好きなものを、で、たまたまこう、行ったハンバーガー屋で、えー、手にしてる人がいて、まあ、しかも、バラバラ作ってるみたいな展開になったら、ちょっとこうね、テンション上がるでしょうね、やっぱりね。えー。 いやいやね、こんななんだろうねこういうきっかけで、まあ、友達になったりとかねでもいいんじゃないのかなと思ったりもしますけどねどうでしょうかねうん、えー、こちらもいきましょうラジオネームともぶんさん、えー、今朝荷物の積み込みしてるときに突然の突風と豪雨で、えー、荷物と俺がずぶ濡れになって死にため息ついてたわけツイッターで。 えー、伊達き子にわじられそうなぐらいため息ばっかり。って書いたけど。<laughs> 伊達き子ファンがたまたま見ていたら、また俺攻撃されるんかなってビクビクしていたやつさ。ラジオネームともぶんさんからいただきました。はい。ああ。ええー、まあさっきのね、あのー、まあメールもありましたけど、 あ、僕だったらって思ったんですけど、関係ないかも僕だったら。うん、言われても。こんな可関係やーって言われても。いやいやいや、ねえ。そんなあれじゃないからね。まあ、うまく説明できないですけれども。うん、その辺ちょっと僕は大丈夫かも。うん。まあ、それぐらいやっぱり反響があるっていう解釈なんでしょうね。 うん、まあそんな感じかな。まあちょっと、ね、うまく伝えられてませんけれども。うーん。いや、いい、いいとも言えないな。どんなかな。うん。<laughs> 僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、ただ、えー、そうそうそうあの。あんまりこう、チョイスとしてはそういう誰かを引き合いにとかってないかもしれませんけど、 あんまりこうね、自分が発信するものに関しては、ね、周りにとにかく言われる筋合いはないっていうのがちょっと個人的にありますけどね。うん。ただこう、チョイスとしてはそういうね、あの、誰かをっていうのはないかもな難しいね、この辺ね。えぇー。アラナガマサイガーさん。 道を譲ろうとしたら、一緒の方向に動いて、あたふたした時に変な汗。わかるこれね。わかりますね。あのー、夕飯の買い出しとかでさ、まあ嫁、嫁嫁のお使いで、えー、肉買ってきてとか、あのー、いろいろこうメモ用紙っていうかね、ラインでポーンって届くんですけど、で、それをこう見ながら、あんまり男性がうろつかないっていうか、あのー、お肉のコーナーとか、 あのー、なんていうの鮮魚のコーナーっていうんですかあの辺りってあんまり男の人いないですよねまあたまにこうね刺身買いに来たりとか魚をね買いに来る男性とかいますけど夕方のあの時間帯っていうのはあんまりこの鮮魚コーナーあのー、肉のコーナーとかねあの辺あんまりいないじゃないですかで、えー、そこに行きたいんだけどずっとなんか僕がつけてるみたいな人,人になっちゃうっていうか あ、今やっぱり変なぁだなと思って、あの、チルドのコーナーに行こうとしたら、まだチルドのコーナーでも、あ、みたいな感じになって、おばちゃんとね。あれ、なんか、変なぁだなと思って、またちょっと別の、なんていうの、カレーとか、レトルトのとこに行こうとしたら、反対側からいたとか、なんか、えーなりみたいな、なんか、<laughs> 先回りみたいな。そんなことになっちゃったりとかしますよね、なんかね。 ああ、これわかるな。道のりが一緒とかね。イェーイ。本当は言いたいよ。あの、たまたまこっち僕も行きたいんです。ね、偶然なんですって本当は言いたいんですけど、言えないからこそなんか変なね、あの妄想、妄想というか、勘違いしちゃいますね、なんかね。あるな、これな。一緒の方向にね、なってしまうっていう。 で、またねそう、そういうのを繰り広げた人,人に限って、えー、さあ帰ろとなった時に車が隣とかねうわーなんかめっちゃ変なだなっていうのありますねえー、ラジオネーム山里さん親やん休みですかとメールを送ろうとして今日が火曜日だと気がついて1人で変なしてました。はい。<laughs> 山里さんまあまあ火曜日に「あの親、ー、縁休みですか?」みたいなのありますよね。確か先々週とかもそんな感じだったんじゃないかなと記憶してますけどもどうでしょうかえー、今日火曜日ですからね。はい。えー、さあではではこの辺で一曲ブレイクあさりましょうか。えー、ラジオネーム「昼間の奥さんのリクエスト」いきましょう。MISIA のナンバーでということで日の当たる場所。 ラジオネーム、昼間の奥さんのリクエスト、ミーシャで日の当たる場所でした。さあ、アジクータラジオもそろそろ生放送もね、エンディングの時間となりますけれども、あの、放送の前にですね、 えー、沖縄市のパルミラ通りにある、えー、ヒストリート2の方にね、えー、出かけてきたんですけど、まあ、ここはですね沖縄市の,の戦後文化資料展示室ということでヒストリートとヒストリート2っていうところがあるんですけどヒストリート2っていうところで、えー、先週の土曜日6月の10日から7月の30日まで、えーまあ、企画展やってましてアンコール基地のある町小里刺繍店展 はい、えーまあ。ジャンパーとかね、あのワッペンとか、いろいろこの、まあ、イルにつける刺う刺繍がありますけれども、そのコザの刺繍店のね、歴史、えー、戦後、そのコザの町で栄えた刺あ、まあ、刺繍店、またその刺繍店からこうお店をね、えー、ガラッとこう変えて、えーまあ、お仕事をされている方の、ね、物語とか、いろいろこう紹介されているんですよね。あのー 対外演舞っていうところは、まあ今でもね、沖縄市のパーカーベンにありますけども、あのー、帰国した米兵さんたちの、まあ口コミでですね、えー、NASA、宇宙のね、あのー、宇宙の航空局でいいですかね、の NASA から仕事があったりとか、まああの、スペースシャトルとかのね、 あのー、任務を終えてとかで、まあ、今はちょっとこう途絶えているらしいですけれどもそういったこう、まあ、米兵の方からするとすごいこの技術だっていうねことで、あのーまあ、当時はコピー機とかがないので、あのー、紙にです裏紙とかでそのこんな風に絵描いてくださいって言われたものをこのなんていうの鉛筆とかでこう何て言うんですかね透かしてからちょっとこう薄く描いてでそのデザインを上からこう 写し書きっていうんですかね写し書きなんかをやって、えー、デザインをこう布にやって刺繍をされていたとかいろいろこう歴史が書かれていたりとかしてあるので、えー、入場無料の、あのー、ヒストリート2なのでね、えー、時間を見つけて皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか毎週の月曜日がお休みとなってますね、えー、午前11時から午後7時までやっております、まあ、このね FM コザのお隣の BC、えー スポーツさんも、あのー、当時はね刺繍屋さんとして、えー、お仕事もされていたという、まあ、そのお隣の金城さんの物語とかねいろいろこう出てきてますのであちょっと面白いなと思いましたね、うんまあのー、このセンター通りまあ中、えー、ーパカーアビニューだったりゲートのところでねそういう刺繍店が多かったということもお写真とかえー その記事、ね、紹介されていたりとかしてますので一回こういうのを見るとまた小座の歩き方がちょっとね変わってきたりもしますので、はい、時間を見つけて足を運んでみてはいかがでしょうかそして最後に、えー、6月の18日ですね、えー、来る日曜日エーサーの町宣言10周年記念イベントエーサーナイトエーサー10というイベントがですね沖縄市の野外ステージの方で、えー、開かれます。 ま、あの、エーサーの街を宣言して沖縄市、これでね、10周年ということで、その10周年の記念イベントですね。沖縄市の野外ステージ闘牛場の方で、今度の日曜日4時からイベントがスタート。まあ、その前にね、30分前に会場入りをさ、して、市長の挨拶から、えー、あるということですね。諸見里子供会や沖縄市の孫田青年会、琉球国祭り大鼓沖縄市の山里池原、 東、松本、照や中野町、沖縄市の千葉などなど、えー、全部で10かな ?10 の団体が登場するということですね、えー。こちら入場無料となっていますので、お時間を見つけて、今度の日曜日、沖縄市の野外ステージ、闘牛場に足をね、運んでみてはいかがでしょうか。午後3時30分からの会場となっています。 またねこれ闘牛場、野外ステージでエイサーのイベントをやるとまた、これ、あのー、なんていうんですかね照明とか月明かりに照らされてでエイサーを踊っている皆さんも闘牛場でやりますからまたこうなんか神々しく見えるというか神秘的に見えるというか、はいえー、エイサーの始まりをね告げるエイサーの日、えー、もう間もなくですからね、えー、沖縄市のエイサー10周年の記念イベント、エイサー10。 ぜひ皆さんも足を運んでみてください。さあ、ということで、ラジオネーム、ともぶんさん。あじらじにメールして、違う意味でドキドキしたのは初めてさ。なんか迷惑かけました。すいません。モーリー覚えていたら今夜、パッカナでねー。ということで、ラジオネーム、ともぶんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。そうだね、この後、あのー、サッカーなんかもありますね、試合ね。はい、えー。夜9時ぐらいからっていうことですけどね、日本対イラク戦。 その時間に僕の番組エンパナータタイム2もありますのでこの時間を聞いて皆さんもね良ければこの後もダイヤルは FM 小座761でお楽しみください今日の放送はここまでこの番組は社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風美里保育園の提供でお送りいたしました6月13日火曜日ここまでのお相手は DJ モーリーでしたそれでは皆さんまた明日